9月19日、1日の取引でした。日経平均株価は昨日に比べて775円と16銭高、37,155 円と33銭でした。日経平均株価続伸して3万7000台回復です。トピックスが 51.5 ポイント高、2616.87 でした。プライム全体の 81%、1340 銘柄が上昇。下落したのは全体の 15%、257銘柄ということで、上昇銘柄が圧倒的に多く、指数大幅高という1日でした。グロース250指数は 21.87 ポイント高、3.4% の上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。昨日注目されたアメリカ FOMC、50ベーシスの大幅利下げでありました。アメリカマーケットはさほど反応しなかったんですが、今日東京時間になりましてから日本株高円安ということで、東京市場ではアメリカの決定を受けて、何でしょうか、株高円安が加速しました。日経平均株価窓を開けての続伸です。775円、 2.1% の上昇でした。個別銘柄を見ていきますと、円安が今日加速したということで、円安メリットの大きい自動車セクターですね。7270スバルは78円高、3.2% の上昇でした。まあ、このところ為替が円高基調にあったということで、スバル苦戦続いてきたんですが、今日は為替円安方向に触れたということで、なんとなく反発の芽が出始めたようなチャート形状となっています。今日は為替の円安を受けて、自動車ですとかエレクトロニクスといった輸出関連株に資金が入りました。このほか、金利のところ、金利に敏感なところでは銀行株ですね。今日のところはしっかりとした値動きでした。8306三菱 UFJ、 25円と50銭高、 1.8% の上昇でした。ただし FOMC は終わりましたけれども、明日ですね、金曜日になりますが、日銀の決定会合の結果が出てきます。特段日銀大きく動くとは予想されていませんけれども、銀行株にとっては金利直結するセクターですから、明日の日銀待ちといった思惑もあるのかもしれません。今日は高寄りした後上げ幅縮小し、冷やしろうそくとしては陰線で引けています。今日の東京市場、昨日の FOMC50 ベーシス利下げ、アメリカ株はさほど動かなかったんですが、東京時間になりましてから、日本としては株高円安という相場になりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。